皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は May I? Could you? という表現について説明します。この May I? または Can I?という言い方は、何々してもいいですかと相手に許可を求めるときに使う表現です。この Can I と May I を比べると、May I の方が少し丁寧な言い方になります。例の1ですね。中に入っていいですか?こう言いたいときには、May I come in? こう言います。May I come in?May I come in? これで中に入っていいですか、ね、そういう意味ですね。部屋の中が暑くて窓を開けてもいいですか、こう言いたかったら May I open the window?May I open the window?、ね、このように言えばいいんですね。これに対してもう一つの Could you? この表現は相手に何々してくれませんかというお願いをするときに使う言い方です。例えば学校を休んでしまって授業がわからないので友達にノートを見せてくれませんかと言いたかったら、この Could you を使って Could you show me your notebook? Could you show me your notebook?Could you show me your notebook? これで、ノートを見せてくださいとお願いしている表現になるんですね。で、これらの表現に対して返事をするとき、いいですよと言いたかったら、まず簡単なのが Sure、 もちろんいいですよという意味ですね。 Sure、 それから、あ、全然問題ないですよということで No Problem、 No problem、 全然問題ないですよ、構いません。それから大丈夫という意味で All right、 もっと簡単な言い方で OK、 いいですよという場合、こんな4つの表現が使えます。でもいつもいいというわけではないので、断らなければならないときもありますよね。断るときには、まず、I'm sorry。こう言ってから、その後に理由を付け加えます。I'm sorry、ね。ごめんね。残念なんだけど。と言ってから理由を言うんですね。これで断ればいいんですね。今回は、May I? Could you? ね、何々してもいいですかと許可を求めるとき、そして何々してくれませんかとお願いをするとき、この表現について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。